KJ ミックスアークティキと思います。今日ですねアーク運営の方がディスコードでですね ASA のよくある質問とか ASA の現状、まあいろいろね延期したりとかで、まあ情報が、まあ、あっち行ったりこっち行ったりして、まああのスコーチダースが最初出る出ないとかいう話もあるから、現状は最新版情報これですよ、よく質問があるのでみたいな形でですね、あの簡単に今の ASA をまとめてくれたものがありましたので、それを踏まえて今日はサクッとわかる ASA の現状というのでみんなと共有していきたいというふうに思います。まあ、ぶっちゃけ情報がね、まあいろいろあるから、もう今日は完全に最新情報だけをみんなと共有して今これですっていうのだけを見ていければという形で思っております。あ、でもあの ASA 出るとは限らないよ。うん、はい、ということでですね、それでは早速本日の目次いってみましょう。 ASA のよくある質問2つ目 JAT の回答で最後にまとめやっていきたいと思います。で、今回のね ASA のよくある質問っていう形は公式ディスコード内で JAT って、まあ、読み方わかんないんだけど JT っていう名前の人なんだけど、この JAT っていう人がみんなからもう質問が山ほど来るから、同じものがなのでこれが現状ですっていう形で ASA がリリース延期して10月になったじゃん。そのタイミングの、まあ、あの話に合わせて最新の状況って ASA ってこういう状況だからっていうのをですね、なんか箇条書きでこんな感じ作ってくれて、なんかレックスがいて箇条書きでこうですみたいな感じで書いてくれてます。なので、まあ、これをもとにですね現状の ASA の、まあ、とりあえず無駄な過去の話とか、まあ、どれがどう変わったではなくても今ここにある話だけっていうところをですね見ていきたいと思います。とりあえずこの動画で今の ASA がすぐわかるみたいなですね目標でやっていければと思います。ということで早速なんですが JAT の回答という形で JAT がまとめてくれた内容を見ていきたいというふうに思っております。まずですね ASA です。10月発売になりました。10月です、 ASA のリリース日は。なので ASA 10月という発売になっております。ただここがですね、あの10月末なのか10月何日なのかはまだ出てません。10月で発売は一応決定という形で、2023年ですね、もちろん。なので10月発売という形で、次ですね、次なんですが、MODに関してです。MODに関しては、初日からですね10月のリリースした1日目からMODは全てのプラットフォームで利用可能なので、プレイステーション5、Xbox、PC 全ての環境下で同じようにMODハイスタートという形で使えますっていうところがすごく大きいので、コンシューマー版の人たちも ASA リリース直後からMODが使えるので、例えば有名だとスパイグラスとかディノトラッカーとかそこら辺をですねバンバン使っていったり、あとはですねスバルタファイムとかそういった有名なMODマップとかも遊ぶことがね、まあ、あの一応の新しいですね、あの状況にアップデートしたっていうねモッドが前提なんだけど、はい、なのでモッド制作者さんは大変だと思うんだけど、そのまあモッドがありさえすればモッドのね、あのフィールドというかストアにねあれば使えるという形で、基本的にモッドは無料です。基本無料で有料のもあるんだけど基本無料なので、まああのいろんな形でゲームを拡張し放題で遊び放題という形になってます。なので初日からモッドは使えます。で一応ですね、まあ、固有名詞が出てくるんですが、オーバーウルフというのがあって、そのオーバーウルフ何かというと全プラットフォームをこう共通につなげるみたいなもののなんかね、多分ねなんかわかんないけど、システムだと思うよさなんかとりあえずですね、そのモッドのベースシステムみたいなのをオーバーウルフというものに変えて全プラットフォームにモッドを使えるようにしたので、そういった形になっているんじゃないかなっていうところで、オーバーウルフっていうのはまあ多分そのモッド系のシステムの固有名詞だと思います。ちょっとここが詳しい人はコメントで教えてもらえると嬉しいですって形です。で次です。次に関してはその有料モッドもあるよっていう話なんだけど、プレミアムモッドという形で有料モッドに関してはあの初日からリリース初日からは提供されませんっていう形になるので、一応年末までには提供したいなっていう形になっておりますので、2023年年内にはまあどっかで出したいよねっていう形で、まあただアイランドが来る最初の一発目の10月の ASA 発売日にはその有料のモッドは出ないという形になっております。で次ですね、次に関してはじゃあそのクロスプラットフォーム自体はどうなるのっていう形なんですけど、これもリリース初日からコンソールから PC まで含む全てのプラットフォームが同じサーバーで遊ぶことができます。なのでプラットフォームに関しても全てもうのクロスプレイできるという形を初日から取るので、かなりですねあの公式サーバー自体の数もおそらく PC の何々とかプレステ の PVP の, あの何番とかじゃなくて、公式サーバーの PVP の何番みたいな形になると思うので、もう完全に機種がもう撤廃されて全てもうあの1つのサーバーの中でみんな入るという形になるっていうところはもうあの初日から確定
らしいですっていう感じですね。でさらになんですが、値段ですね。値段に関してはちょっとねこれドル表記なんであれなんですけど、 39.99 ドルで出ます。これはもう確定です。 39.99 ドルに10月に出ますという形になってます。で基本的には 44.99 ドルなんですけども、それが 39.99 ドルになりますというところになります。まあ一応これはまあアーリーアクセスみたいなもんだねっていうところになってまして、であのコンテンツ 1.0 に到達した時点で終了という形になってますね。で一応コンテンツ 1.0 って何かというと、当初予定していた最初のですね、あのなんていうかな、衛星の製品版の状態なので、まあおそらくアイランドとスコーチドアースが出て、でさらにモッドでプレミアムモッドでここら辺が全部揃った状態が多分 1.0 のフル製品版という話になってて、今正直未完成という形の、当初の製品と予告していたものの未完成の状態なので、 1.0 になったらこの 39.99 ドルっていうですねアーリーアクセスみたいなものは終了しますよって話です。で一応予定としてはですね、まあ多分2024年のあの年末っていうか2024年いっぱいっていう話が、まあ一応コミュニティクランチは出てたので、おそらく 1.0 に到達したっていうか、まあ2024年いっぱいまでは 39.99 ドルでいくんじゃないかなっていう話になっております。で次ですね、次に関しては衛星の購入には以下が含まれますという形で、衛星この 39.99 ドルを買うとどうなるかというと、アイランドでスコーチダース、アベレーションエクスティンクションでジェニスの1-2でプラスアルファ無料マップ、まああのラグナルクの恐竜選挙したよねっていう感じで、おそらくですね、まあ、センターなさそうな匂いがしてるんですけど、とりあえずですねフィヨルドとかロスアイランドとかそういった含む無料マッププラスで今までのですねあの DLC の部分のあのストーリーマップの部分ですね、あそこが合わさったものがちゃんと全部出るよっていう話になってます。ただちょっとセンターが出ない匂いがしてるので、まあ、ちょっとですねそこは分かんないって感じなんですが、とりあえずなんかあの直訳したらキャノン以外の無料マップが含まれるって形だったので、キャノンって何やと思ったんだけど、まあ、センターのことかなってよくわかんないです。ここはちょっとすみません、アメリカ語詳しい人お願いします、はい、っていうところになってます。なのでとりあえずほぼほぼ全てのマップは出るから、あのこの 39.99 ドルで全部入ってるから安心してねっていう話で、次に関しては初日に入手可能なマップはアイランドのみなので、10月に衛星発売しました、リリース日です、ダウンロードしました、ゲームプレイします、そこであるのはアイランドのみです。なのであのスコーチダースっていうのは当初出る予定だったけど出ません。でスコーチダースには新恐竜ねファソラスクス出る予定だったんだけど、まあそこら辺のちょっとお楽しみはあのちょっと後にずれるという形になってますっていう形なので、初日はアイランドのみっていう形で順次ね他のマップはリマスターされたら出てくるよっていう形になってます。でさらに転送に関して、これは公式サーバーでね、転送に関してはスコーチドアースが利用可能になるまで開始しない、要するにこれ大事ですよ、これ公式サーバーやる人めっちゃ大事、聞いてね、これは転送がスコーチドアース発売、要するに2023年の12月に一応スコーチドアースは出る予定なんだけど、そのスコーチドアースが出るまでサーバー間転送が行われないっていう形で、アイランドからアイランドへの転送もできません。なのでもしアイランドの例えば102番で始めて友達が105番で始めて合流したい、できないです、おそらく。なので同じサーバーで始めてくださいっていう形になります。なので転送がねおそらくアイランド間でもできなくなるっていうことを言いたいんだと思います。いちいちねあのこれ言う必要ないので、ソロアイランドからスコーチダース、スコーチダースないから転送できないやんって話なんだけど、多分アイランドだけでも公式サーバーたくさん出ると思うので、そのアイランドの中でも部屋番号がいっぱいあるから、その部屋番号の中で101と102はスコーチダースが出るまであの互いに行き来できないですよっていう形の、おそらくサーバー間転送に関してはアイランド2アイランドに関してもスコーチダース出るまで、まあ、あの解禁されないんじゃないのかなっていうような話になってますね。で新しいネットワーク変更のためにちょっとサーバー間転送に取り込むのはあのもう少し時間が必要ですっていうところで、これもアーリーアクセスっていうところで未完成の状態で出すっていうような印象というか、まあ、イメージというか、まあ、実際そうなんだけど、まあ、そういう意味で書いてありますっていう形ですね、鍵括弧で。で次ですね、次に関してはアップグレードに加え新たなコンテンツとゲームプレイが追加されるという話になってます。でこれがですね、あの厳密にその最初の段階でどうかっていうのは書いてなくて、まあ、今までの話だと、まあ、あの販売初日からこれができますとかだったんだけど、これちょっと書いてないので若干まだ多分あの運営内でも怪しい立ち位置なんだと思うんです。初日に一緒に出せるか、例えば恐竜の子供が野生として出るみたいなのがあの元々話としてあるんだよね。なんだけどここら辺の、まあ、あの新しい機能 ASE から、まあ、あの新しい機能追加するんだけど、そこら辺がですねちょっとゲームプレイに関してはリリースと同時に追加されるか分かんないけど、新たなあのコンテンツとゲームプレイが追加されるという形で
書いてあります。でさらに言うと、あのゲームプレイに関して、まあ要するにプレイ動画に関しては発売間近で見ることができますっていう形です。で一応発売前に購入前に見ることができるので、例えば、まあ、10月20日とかに、まあ、例えばね知らんけど10月20日に、まあ、予想で発売されますみたいな形になった場合は、まあ、1、2週間前にあのトレーラームービーをプレイムービーを出すんじゃないのかなっていうような話になってますね。なので直前まで何も出ねえって感じですね。はい、っていうのはやっぱりあのこのスタンスは変わらないと。でさらになんだけど、スコーチドアースとあとはさっき言ったあのサーバー関連層は12月にリリース&解禁されるという形なので、12月にスコーチドアースという形で真冬に真夏のサーバーというか真夏の砂漠の世界が解禁されるという、なんかすごいね、あの南半球のニュージーランドとかオーストラリアみたいな冬になるっていう感じですね。スコーチドアース来て、はい、というところです。で最後にチート対策は万全です。宇宙史上ハッカーやチーターとの戦いは全てそうであるように、まああの猫とネズミのゲームであることは変わりありません。泣きみたいな顔文字になってまして、まあ一応ですね、どういう形であのジャッドは発言しているかというと、チート対策っていうのは、まあ、やっぱりプレイステーションのユーザー特にだと思うんだけど、 PC とサーバー一緒にガッチャンコされるのであれば、公式サーバーがチーターまみれですげえやべえことになるんじゃないかっていう話が一部で出てますが、まあそれはあの同じく海外でも出てますと。で特に PC ユーザーが多いね海外に関しては、まあ、チーターとかうざいよねって話になってるんですけど、チーター対策も一応今までねアーク史上一番頑張ってますと。ただまあそのなんていうんですかね、いたちごっこなんで、まあ、頑張るけどその完全になくすことはちょっと難しいよねっていう、悲しいねみたいな形の話ではありますね。ただめちゃくちゃ一応そのチーター対策は力を入れてるという形なので、まああの期待してねみたいな、そんなノリではありましたっていうところなので、これがですねジャッドが言ってくれたというか、まとめてくれた現在の ASA のよくある質問と現状という形になります。なので一応ね、まあ、あのこの内容だけ知っておけば今の ASA っていうのはこんな感じっていうのが、まあ、ある程度は、まあ、外枠というか概要は把握できるんじゃないのかなっていう形で、まあ、サクッとね理解する今の ASA という形でやってみました。ということで最後にですねこれを踏まえてまとめていきたいと思います。では、まあ、ポイントとしてはですね、まず10月何日に出るのよって話なんですけどでさらにあの日本円とかだといくらなのよっていう感じなんですけど、はい、でまあおそらくユーロの人もヨーロッパの人もユーロだといくらなんかいって思ってると思うんですけど、はい、っていうところなので、ちょっとねそこら辺まあ相変わらず曖昧なところはあるんですが、まああの 39.99 ドルなんで、まあ、4、5000円ぐらいかなみたいな感じで、あの一応10月は8月末だったから、もともと出る予定がなので10月末になるのかなっていうふうに思ったりもしますが、ちょっとそこは分かんないですっていうところですね。で一応初日からあのクロスプラットフォームとかモッドのクロスプラットフォームとかいろいろなことがねあのできるので、結構ですねあの機能的にはいい感じになってるんじゃないのかなというふうに思います。であとはまあ新機能に関してはね、さっき言った恐竜の赤ちゃんとかが野生で出て、まあ、普通に歩いてるみたいな感じとかもあるんだけど、そこら辺がどうなったのかもちょっとよく分かんないですっていうところではあるので、まあ現状としてはですね、まあある程度10月にアイランドが ASA で出るっていうのが、まあ、ざっくりした外枠かなっていう感じに思います。で、まあ、あの値段的にも 39.99 ドルっていう形 であのさらにその時にあの言ってたジャッドの文章で、コンテンツ 1.0 に到達した時点でアーリーアクセス終了で、あのこの 39.99 ドルっていうアーリーアクセスの値段に関してはコミュニティクランチで一応予定としては2024年いっぱいっていう形で、まあ、あの来年いっぱい、今この動画出してるのが2023年の7月なんで、まああのね、だいぶ時間あるみたいな感じなんですけど、要するにあの延期した上に未完成品を出して挙句そっから1年以上かけてあの 1.0 っていうか、8月末にもともと2023年のね出そうとしていた製品を完成させていくという形なので、皆さんこれまでですね8年間我々 ASE でテスターやってきたと思います。我々ねあのアークというゲームのテスターでした。有料テスターでした。有料っていうのは俺らが逆に金払ってゲームソフトを買ってテスターするというテスターです。なので、そのテスターをもう一度 ASA でできるっていう、もう一回遊べるどんっていうですね、もう頭が吹き飛びそうな状況になっております。はい、という形でちょっとねあのポイントとしては製品版は未完成品で出ます。
おそらく 1.0 になる時点で価格をあの元の、$44.99に戻すかって書いてあるから、まあそもそも$39.99で買うっていう時期は全て未完成品の時間なので、そこはお気をつけくださいというところになってます。なので 1.0 じゃなくてバージョン 0. いくつっていう形で完成品じゃないです。なのでここはあの要注意って感じで、さらにもう一個注意点としては、さっきもね言ったんだけど、公式サーバー遊ぶ人はあのおそらくあの転送がスコーチドアースとともにあの解禁されるので、さっきも言ったんだけど、サーバーがもし違ったら別のサーバーに行って新しいキャラを作らないといけないので、サーバーがあの移動不可能だと思いますので、アイランドからアイランドに行くっていうところも難しいので、そこ の, あのネットワークがまだあの転送トランスファーが未解禁ですっていう話になってますので、そこはマジで気をつけた方がいいので、友達とやる際は必ず、じゃあアイランドのだから多分番号があるんだよね、256とかその部屋番号みたいなのが、その番号合わせてログインして、で最初にトライブ組んではいスタートってやんないとマジであの事故るから、それだけ最初気をつけてっていう感じ。そこはね、あのちゃんと友達と一緒にやるときとかはマジでやんないと、あの一時できないから12月まで、それは本当にね、あのめんどくさいことになっちゃうので、そこだけ気をつけてねっていう感じで、まああとはチーター対策万全らしいですかっこ笑いみたいなっていう感じになってますので、まあある程度まあこの状況で確定なのかな、おそらく。まああのジャットがここまで言うんだから、10月でもしかしたら本当に出るのかもしれないね、うん、俺たちはもうアーク2も ASA も幻のなんか物がない架空の話かなって思ってて、もうなんならあのたまになんかニュース速報とかで出てくる、まあ大型詐欺グループ逮捕みたいな、そういった詐欺を俺たちされてるのかなっていう感じのなんかノリだからなのでちょっとねよくわからないっていう感じなんですけど、現物がないんで何とも言えないっていう感じなんですが、一応運営的にはこういう感じらしいですっていうところなので、まあ出たら楽しもうぜみたいなノリでね、待っておくといいんじゃないかなみたいなところになっております。はいという感じでね、本日はジャットが送る10分でわかる衛星講座 in 2023夏をやってまいりました。はい、皆さんはねこれでね、衛星に関してなんかサクッと理解が深まればいいなって感じです。 あとは参加型でライフワークやってるんですけど、今次の新マップをですね選ぶ選挙やってるんで、まあぜひですね皆さんよかったら投票してってください。はい、動画詳細欄に URL 載せておきます。はい、コミュニティ投票してるんで、はいっていう感じで、本日は衛星がね、まあとりあえず運営がディスコードでこんな感じでちゃんとね話を出しておりますので、多分10月はずらさないのかなっていう感じ、知らんけど、もうもはや何を信じていいかわからないけど、今もうグダグダになりすぎて、なのでそんな感じで一応現状としては今日言ったチャットのこの箇条書きの項目ですが分かりやすいかなっていうところで紹介してみました。はいっていう感じで皆さんのね ASA に関する感想などをコメントでお聞かせいただければ幸いですという感じで、本日はこの辺にしておきたいと思います。 ASA って発売するのかなそれでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。